前科3番893番ちょいき太郎です。これはですね、だいぶ前の話の刑務所の話なんですが、その時ね、雑居房で何人かで生活してるわけですよ。そうするとまあ、なんと話にこのみんな何やってるのかなって見る時があるわけですよ。パッと見たらですね、漫画を読んでるんだけど異常に早いんですよ。漫画ってペラペラめくるもんだけど、それにしても早い。まあ背表紙があるような分厚い週刊誌ですよね。青年誌じゃないやつ。まああんまりそれ大人の刑務所で買うやつ少ないんですけど、連載になるやつ見てるんですよ。それにしても早い。でまあたまにニヤニヤ笑ってるから内容は見てるんだけど、これ読んでるのって聞いたんですよ。読んでないって、見てるだけって言うんですよ。じゃあそれで内容わかると、うん、ひらがなは読めるからって言うんですよ。なるほどな、ひらがなは読めるか。じゃあ分かってんのって話をしちゃったもんだから、みんながこう構うわ。お前字が読めねえのかって、なんだそれで本読んでんのか、いやだけど分かるもんとか言って言う話になって、なんか良くない雰囲気になるわけですよ。でもこれなって思った時に、私がこれいいのかなと思ったんだけど、しょうがないですわ。もうこれ少年ジャンプね、少年ジャンプの読み聞かせをするようにしたわけですよ。もう自分が見るところに漢字っていうのが振り仮名が振ってあるけども、なんていうのかな、青年誌になると読めないから、もう週刊誌なんか振り仮名が書いてありますよね。それが読めないからって言って、もう読み聞かせをするようになったんですよ、漫画を。そうするとみんな笑ってるんだけど、それ1年続けましたからね。まあそんなことがあって、じゃあそれをやってくと、彼もじゃあ今度は字を覚える、意味がわかる、読めるようにする、書けるようにするっていう風になってったって。これがね、平成一桁の頃なんですよ。まだそういうことだったんですね。バブルがこれからなるかって、で湾岸戦争が起こりっていうような時なんですよ。でもまあ同じ部屋の人で字が読めないっていう人が、だけど本人は読めてるふりをしてきた、なんとなく。まあ今思い起こせばですね、その読み聞かせがですね、私の今につながったと思うとですね、感慨深いものがありますね。ありがとうございました。今日は刑務所のお話です。刑務所の中の下着っていうのは、侵入で入ったらシャツを貸与されて、刑務所の中で缶って書いたら反抗をしてですね、缶給品、白のトランクスなんです。拘置所からの持ち込みはそのまま使えるんです。で、賞与金とか作業報奨金で、報奨金ですね、作業報奨金で貯まったらそれを買っていける、自分で購入するんです。まあその中でパンツですね、買えるものは普通のいわゆる缶給品は白なんで、それと間違わないように刑務所でいろいろあるんですけど、ガラパンなんですね。要はトランクスです。でもですね、これが不思議なことにブリーフがあるんです。白のブリーフ、さすがにそれ自分で買ってまで履く人ってまずいないんですよ。そのかっこ悪いよとか、雑居のとかそれダサいよねとかっていうよりも、色が白なんで汚れると分かるわけじゃないですか。やっぱシミや黄ばみっていうのが出るわけなんで、それがはもう取れないですから、やっぱりこの柄の色にしているとそういうのが分からなくなるっていうのもあるって、柄のやつをするんですよ。私なんかがいる工場っていうのはほとんどヤクザ系、893系の人ばっかりの工場なんで、ヤクザ系の工場は現役の人とかだと立ち役、要するに ASF とか総府とか言われる懲役の世話を焼いたり計算したり配食したりするっていう係はやれないんですよ。だからそういう管理工場、管理職とは言わないんですけど、いわゆる立ち役、 ASF とか初期というものはなれないんですよ。でそういう人がまあ何かのことで懲罰になることがあるんですよ。工場からいなくなる。そうするとこの場合どうするかというと、通常はその工場から持ち上がりで誰かがなるんですよ。だけども誰もいないとなると、真面目な工場からもうヘッドハンティングしてもうそのまま来るという形になるんです。まあなかなかギクシャクしますけど、こっちももうあんまりそれをいじめたりしないんです。ベテランの人とかも新入で経験がある人もいきなり連れてくるとかっていうことをする。そうしないと工場が回っていかないんですよ。でその私どもの工場で初期と ASF 同士が喧嘩したから2人ともいなくなっちゃったと。これは大変だっていうことで、よその工場から来たわけですよ。まあ嫌でしょうね、その人たちも。その人たちっていうのは雑居房には入らないんですよ。独居房なんですよ。配食をする人たちはちゃんと大腸菌検査だとか検便とかそういうことをして、体にそういう病気を持ってないですよ、衛生検査をしてからしかならないんで、そういう人たちは毎日お風呂に入って清潔に保ち、独居なんです。ですからあまり自分たちとは触れることがない。そういう人たちは
朝工場行く時も帰る時も一番最初に入って一番最初に出る、やることが早いから、だから私たちと着替えをするっていうことはあまりバッティングしないんですよ。一番最初に行って先に工場入って準備していかなきゃいけないんで、だからその人たちをあんまり見ることがないんだけど、まあ自分なんかは入ってったで先に入ってった衛生府新人の人が2週間目ぐらいから自分たちが着替えてるところに見えるわけですよ。そこってみんな監視もちゃんとしてるんで喋ってる人できないんですけど、白いブリーフなんですよ。まあまあ白いブリーフだからってどうこうじゃないですよ。その白いブリーフですね、ものすごくゆっくりゆっくり不思議な体勢で履いてるわけですよ。前鏡になって白いブリーフを片っぽずつそーっとその姿をみんな後になって、あれなんだ、あれなんだろうってみんなで話すわけですよ。でもそんなことでいじめたりからかったりはしないんですよ。そのうちそれを帰りもう一回見ようよっていう話になって、帰りもみんな見ないふりして見てる。で部屋に帰ってさっき見た？なんか不思議な儀式だよな。おーっと足から入って膝のところ抜けた瞬間にスッと早く入ってパッと上げて、なんだあれ、明日の朝も見てみようと。そういう噂っていうのはあっという間に工場に行くんで、もうみんな自分の着替えるのしないで見てるわけですよ。さすがにおかしい雰囲気になって、もうこれ聞こうって言って昼の休憩になって何があったんだって聞いたら、まあその人もですね、金属工場に、私は溶接の工場なんで金属工場に来て慣れてない、もうそこって安全靴をその人たちも履かないといけないんですよ。で我々はどういう装備をしているって言ったら、手にも足にもちゃんと安全装備をつけてやってるんで、転ぼうが引っかこうがそんな怪我はしないんですけど、その人はそういうものをつけないで書いてますから、まあ転んでしまったと、転んでしまったところをその熱い鉄板のところに触って火傷をしてしまったと。でも火傷するっていうことになると、これ陰部に通して大した火傷じゃないんですよ。擦り傷でも陰部をつけたりすると大変なことになって、また乳病とかになると自分がその作業ができなくなるっていうことで、気を使ってその擦り向いたところにパンツが当たらないようにそーっと履いていたという、ただそんだけのことだ。そんなことなら言えばいいのにと。ただそれを嫌だって、お風呂にも入れない、工場にいるだけでも本当に油汚れになるんで、それは避けないといけないと思って気を使ってそーっとパンツを履いていたという、それを皆さんが儀式と思ったという恐ろしい光景だったということです。